はい、ほんならね、ちょっと僕の雑談を聞いて、ゴンケツ、これ柔らかに握っとったら、まあ言うたら綿固めたようなもんや、強く握ったら石みたいになる、強く握ってゴーンと当てたら、石当てたもんやから強い、柔らかくふわっと握ってそのまま当てたら綿の塊みたいなもんで、当てたら割に痛くない。これだから理屈としては痛い痛くない効く効かないは当たった瞬間だけやね、当たった瞬間だけは石にならんといかん。しかし当たった瞬間以外は石である必要はない。したがって先生は当たった瞬間だけ手を握ると言ってやる、強くな。で、当たる瞬間以外は手を握ることは必要ないいうか、むしろ有害や。ただこれ握るにしても 0.1 秒やったら先生、場合によったら100でもいいと思う。けど普段からもう10ぐらい力抜いとんねんから、まあ30、40ぐらい握ったらいいでしょうと。瞬間だけど締めてくれと、当たった瞬間締めてくれと、 0.1 秒力入れてくれと。まあそれを40ぐらいと言っている。50でもいい、60でもいい。 0.1 秒やったら60の方がいいかもわからん、70の方がいいかもわからんな。だけどもう一瞬また10に抜いてくれいう考え方やから、まあいっぺんに100、いっぺんに10に落とす、難しいから、まあ3、40ぐらいでいいであろうということと、ある程度小になったら相手の急所を考えてくれと。だから普段はよう鍛えている人の胸板とか腹なんかは狙わん方がいい。たとえ水月でも肉が巻いとあちこらへんな、あんまり狙わん方がいい。弱いとこを狙っていこう。水月は確かに急所やけど、その周囲にはずっと肉が張っとるな、うん、だからちょっとああいう人がクッと体締めたら随分体が強くなるから、こっち側では通じない。だから筋肉がないところ、首とかな、頸動脈が通っているところ、首とかな、筋肉も何にも覆いがない、目とかな、頭、これは頭蓋骨で覆っているけれど、中は液体、脳液と豆腐みたいな脳が浮いているから、ボーンと叩いたら衝撃がある。衝撃があったら頭フッとしよう、一瞬な、そういうふうな背骨とか首の周りとか弱いとこ攻めようねと言うてる。というのはね、90近くなってな、こうやっとって、はい、鉄、あの木のバットで殴れ、ブイーン、バットが折れた、そんなことせんでいい。あ、足殴れ、胴殴れ、バットが折れる、そんな期待せんでいい。それより力抜いて獲物持った方がいい、うん、先生は体が弱った時には獲物を持てという考え方や。で、獲物を持ったらまた力いらんな。けどもう先生の真剣が重たくなってきた。あれ1キロちょっとあるな、あれやっぱり振るのかな、だんだん
90近くなったら重たくなる。だいたい力こぼあれへんからな。だからだんだん100に近づくほど力が弱くなる。弱い力でどれだけ大きい効果を出すかいうのが先生のテーマや。体はもう90、これ今、これから100に向かう。体力ない、けどどれだけ体力で、ない体力でどれだけ力が出るか。でやっぱり九州研究センターが、二島を研究センターが、心理的なものを研究センターが、獲物を勉強センターがな、ということで、あ、ちゃんと一本でも90歳でも怖いな。怖いね。うん。それは20歳が持っても怖いけど、90歳が持っても怖い。担当なんか使うことないけど、稽古だけはそう。刀もな、うん。そういうことが大切だな。だからもう五代君も68やから。あんまり使う、体柔らかくして、ね、一瞬に体を柔らかくする稽古をせんというか、一瞬に体を硬くするんじゃなし、一瞬にカッと力が入って硬くなるんじゃなし、一瞬に体の力がふっと抜けるような稽古をする。それ、先生よう感じるのは、物につまずいて倒れる瞬間、先生力が抜ける。割にふわっとなる。で、あ、今倒れようなあいう実感がある。短い時間やけど、あ、今、危ない。で、体柔らかすぎとは思わんけど、体が勝手に考えて柔らかくなってくれよ。まあ、そういう練習をせんといけんな。体が柔らかくなってくれる練習、一瞬な。そういう勉強をしたらいいと。さあ、ほんなら次は、まあお話だけの話になったけど、相手の力を封ずる、まあこれで全ての説明ができないけど、どうやって相手の力を封ずるかいう話に移ろうかな。はい。